横浜スタジアムです。ベイスターズ追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー二塁という場面で外第9球投げました。縦のスライダー見送ってストライク。第2球投げました。これはいい当たりだ。いったー、一直線入った入った、ホームラン、スーダーホームラン、スタンドへ突き刺さった。カットボールを完璧に捉えました。5対0、ベイスターズリードを5点に広げます。素晴らしい一発をベンチも祝福。ベイスターズ見事勝利です。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。チャンネル登録。